吹雪の元凶はあいつだ。絶対に許さない。すごい風だ。リンク、飛ばされないように気をつけて。よし。
子孫よ、我が血を継ぐ者チューリよ。その声はさっきからずっとオイラたちに話しかけてきてた人。我はそなたの遥か遠い祖先、初代ハイラル王に仕えたリト族の戦士にして風を司る賢者なり。風を自在に操るそなたの戦いぶり見事であった。さすがは我が子孫リトの誇りだ。あれは村を覆った吹雪の元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。その目的は先ほど触れた石、秘石がそなたの手に渡るのを防ぐことだった。魔王？秘石？そう、そなたにとっては戸惑うことも多かろう。だからまず知ってほしいのだ。封印戦争と呼ばれる戦い、そして我が一族の使命を。それは今よりはるか遠き過去の出来事。この地にハイラル王国が樹立され間もなくのこと。罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする凶悪が現れた。それこそが魔王だが、それに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がった。ラウルは魔王と戦うための術としてあるものを我らに渡した。それが秘石。持つ者の力を倍化させる秘宝だ。我もその一人、風の賢者として秘石を携え戦いに臨んだ。しかし奴は強大であった。我が翼をもってして隙をつけぬ速さ、無尽蔵の魔力。ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのだ。それが封印戦争。我々は生き残り、そのしばらくの後、ある人物が我が元を訪れ、リト族の使命を決定づけた。6人の賢者が1人、時の賢者だ。魔王の封印はいずれ解け復活します。その時剣士リンクには対抗する力が必要です。どうか力を、風を司るリト族の力を貸してください。我らになすべきことが定まった瞬間だった。魔王討伐は我らの宿願。我がリトの一族は魔王復活の時、再び風の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓おう。これが封印戦争のすべてと我が一族の使命。そなたらの活躍でリトの村は救われた。しかし魔王復活は近い。我が子孫チューリよ、どうかこの秘石を継承し、我が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてほしい。と共に戦うのがオイラの使命？はあ、リンク、オイラすっごく嬉しいよ。ご先祖様から大事な使命を託してもらえて、しかもそれがリンクと一緒に戦うことだなんて。このまま放っておいたら世界は大変なことになっちゃうんでしょ？
そんなことはさせない。オイラ喜んでこの秘跡を受け継ぐよ。その指輪でオイラの力はいつでもリンクと一緒だからね。よし、裏に帰って父ちゃんたちに報告だ。お。お。ああ。Mm-hmm.
Yeah.